富士バランドでーす。かわいそう、このおじさんがやってないよ別に何にも。ということで今日はですね、藤原家のとある日の夜 Vlog 企画でございます。今ネイランドちゃんと、ネイランドちゃんの習い事に付き添いで行ってまいりました。帰ってくると美味しそうなご飯の匂いがしております。今日の夜のメニューはヨネランドさん何ですか？茹でた鶏です。あの以前鳥羽さんに教えていただいたあれでございます。そして今こちらは姉妹でワーワーとやっております。危ない。あ、怒っちゃう。このように姉妹で楽しく過ごしております。お茶飲む？レミちゃんお茶飲む？飲まないということで機嫌になっております。レミちゃん、あのね、このね、テレビちゃんと見てたのにね、この人にね、切られたんだ。ちょっと音をね小さくしたんです。今 YouTube 撮影のこれやってますから、ちょっと音量を下げたら、すごい怒ったということでございます。怒んないでよベビちゃん。あ、怒るわよな。ははって言ってた。おばかんバイキンマンのコントを見て、おばかん、おお、大きいマン確かに大きいマンだね。アンパンマンを見て興奮しております。アンパンマンでしょ。最近もバイキンマン、バイチンマンだっけ、バイチンマンって言うんだっけ。バイチンマンできた。レイちゃんはこれがお気に入りです。何ですかそれは。これはネーネーの友達と一緒のこのキーホルダー、こうやって取れるの。レイちゃん一緒に遊ぶ。47歳ポムポムプリンのアクリルのキーホルダーを渡されて遊べと言われました。違うよレイさん。ベビちゃん、はい、これどうぞ。ねねかしてくれたよ。いいね。およかった。でもアンパンマンに気を取られてる。バイギンマン聞こえました今。言いましたね。バイギンマン。誰このおばさん。東北なまりでしょうか。バイギンマン。でこれのおじさんだね。え？青い服。青い服のおじさんはナインティナインの岡村さんだね。あれじゃない映画の声やったの。そうそうそう。何の声やったの。わかんない。チーズ。チーズは違う。違うよ、なんか映画の新しいキャラクター。まあチーズの声もおじさんだけど。チーズの声とカバオくんの声一緒だよ。同じ人だよ。何あやとり。あやとり知らねえの。ねえ、片付けて知ってる。片付けて。なんでそれっぽっちなの、そんなに遅いんだよ。今ベビちゃんが、一時録画の停止ボタンを押したので画面がいきなり止まってしまいましたが、この後それでは、食事してるところを撮影して、その後のいつもの夜の感じを撮影していきたいと思っております。登録してくれよ。はい、ご飯ができました。録画すると騒ぐ。こちらチキンのじっくり火を低温で通したやつと、ジャスミン米と、あとサラダ、ヨメランドさんが作ってくれたつみれ入りのお味噌汁。つみれ1個しかないんだもんね。皆さんこれですね、あのポケモンのエフィーで
一番好きなんですけど、みんなお好きでしょうか。早速いただきたいと思います。いただきます。ちょっと実はね、この鮭とおかかを混ぜると美味しいんだよ。ふりかけ、うん、やったことないけど美味しいんだよ。やったことないけど美味しいって何だろう。頭で思い浮かべて感じる。味を想像して、うん、混ぜたら、うんうん、あの味だなってことは美味しいなって、うん、天才シェフみたいな。もういいやね、うん、もういただきますしてる。ベビさんもつみれとお豆腐とシラスご飯。さっきのおかかを混ぜても全然しょっぱくはなんないんだよ。そうなの、うん、今日は汁物だからママ食べさせる。わかるわかる。熱いのよママが食べてるのに。熱いの取られそうやって思ってんのか。取るわけないよ。何？おにぎりさ、丸いのさ、丸いのさ、前作ってみたの、うん、全然握っちゃってらない。おかかってこれだよ。食べない。うん、握っちゃって。おかか豆腐が食べたい。このポケモンは知らない。ポケモンポップ全然知らない。ママも全然知らない。世代じゃないもん。ピカチュウとイーブイとなんだっけ、あのペンギンのやつ。ペンギン、青のやつ。クワッス？クワッス？クワッスはなんか鳥でしょ。これポッチャマ。あ、ポッチャマ。ポッチャマ忘れない。ママ言わないでね、答え。ママ知ってると思うけど、はい、言わないでね、これ。あ、はいはい、はい、書いてある、それ書いてある、書いてある答え。パパ、このポケモンなんだと思う？緑色のちょっと猫っぽいやつ。名前？うん、緑色の猫だから、うん、緑猫像。正解はここ見ていけ。絶対人気じゃない。ニャオハ。ニャオハ。ニャオハ、なんか覚えづらいね。緑ね、構造の方がよくない。うまい、ジャスミン。うまい。あ、よかった。これはレトルトだけど、なんだそれ。知らない。どういう見た目。あ、ちょっと怪獣っぽい赤い。え、ママにも教えたじゃん前。めっちゃ覚えてないよ。赤い怪獣っぽくて、なんか牙3本しかないじゃん。そうなん、でも3本しか見えへんやん。でも奥にはいっぱいあるの。牙で赤い体の怪獣っぽい感じね。じゃあ一個、いただきます。文字を見せてあげる。いや、うん、いいよ。これもう言わないでね、答え。た、知らない。最後か、た、このわしも最後、たーの、たーの、伸びるの。うん、たじゃん。何々にいたじゃないの。何々にいただよ。ハヌケータ。これは正解は、いくよ。せーの、てんてんてん、ホゲータ。あー、はいはい。ホゲータ。うん。ハヌケータの方がいい。これはパパのあれには一切何も反応しない。これはグレーの豚の鼻みたいなのがついたやつ。貯金箱。あ、豚ね。うん、違うよ、グルトンだよ。クルトンみたいだね。グルトン、うん、今日ちょっとネギ変えたんだけど。うん、どう？ダメ？なんで酸味効かした？え、酸味なんて別に効かしたつもりないんだけど。んだって、いつもお酢は入ってるよ。じゃあ、お酢はしっかり感じるか。うん、オイル少なめにしたからかな。ああ。加水量多い。うん、美味しいよ。
の方が良かった。ちょっといつものやつしょっぱすぎるかなと思って。いいよ、これは両方好き。ほんと虫歯ポケモン、虫歯菌、虫歯菌、違う、ジャズらしそうな悪さしそうな感じだね。悪さするぞ、ね、変だってただ悪さするぞって言ってる人だよ。うん、うん、うまい、虫。正解はゲンガーでした。初めて聞いた。これはマミー、ニャオハモドキ、ニャオハつかない、ルナータ、違う、意地悪じゃないよこいつは。いつそんなポケモンの名前覚えてんの。ポケルン TV で知った、うん、ああ YouTube だ。ポケモンが100匹ぐらいいるスタジオで、うん、そんなとこで撮影してはんの。うん、うん、ポケモンのことしかやらないの、そのチャンネルは。うん、あとタクママって、タクママ、ママと、うん、トキミっていう子供と、え、本当は子供じゃないの、よくないハーモっていう子供とトキパパって、うん、がいるんだけど、うん、それで、うん、寸劇とかやる。そのチャンネル好きな、今一番好きなチャンネル何、うん、一番だったら、うん、あのイケメンの子がいるチャンネルじゃないの。あ、うん、何くんだっけ、高校生なんか3キロだったのかな。本当は、うん、ハルオくんなんだけど、みんなにハルくん、うん、ハルくん、そのチャンネルが一番好きなの。一番じゃない、マイクラのチャンネル。ああ、チロピの、うん、え、ケナソユチャンネル。うん、ケナソユチャンネル、ケナソユチャンネル、初めて聞いた。チロピのだったんじゃない、その一個上がケナソユチャンネル。ハルくんは何番目、ちょっと大人だから、ちょっと大人だから、ちょっと大人だから難しい言葉とか言うから、あんまり理解しないから。そういうことか。でもかっこいいなと思って見てんだ。だからさ、成長してるな、ね、大人だから言ってること難しいけど、キッズ YouTube に出てくるんだ、うん、あとね、2位がマイキーちゃん、あ、そう、うん、4位だ、チロピ、チロピの4位なの、あんなに見てんのに。なんかチロピのさ、声がさ、通るからすっごいさ、男の人、こっちもなんか独特の、あ、チロピの見てるって思う、個性的な声やからすぐ分かる。そうそう、他のはあんまり思わない。まあだから1位だと思ったね。うまいね、このチキンは。本当は会いたい人はあと一つ、明日朝会いたい人は、うん、チロピノと、チロピノだって会いたいって言ったって顔は出してないじゃない。チロピノ、チロピノじゃなくてもチロピノですって言われてもわかんないじゃん、顔出てないんだもん、うん、でも声でわかるじゃん。どう、本当だ、あの声だってなる、ってなる、うん、チロピノに会いたいんだけど、一緒にマイクラして、うん、で、一緒にエンドラ倒したの。何エンドラって？エンダードラゴン。ああ、エンダーマンのさらに上のやつ？ボスね、うん、エンダードラゴン、うん、エンドラっていうの、うん、略して、ね、いや、お茶入れてきますよ、お姉さん。全部食べました。昨日パパでございます。山ちゃんとかしげさんと喋ってて、ネイランドちゃんは何のチャンネル見てるんですかって言われたから、チロピノって答えちゃった。ダメだよ、ケナソユチャンネルって言いなさい。それで何て言ってた。チロピノ知らなかった。でもだって山ちゃんち娘2人、うん、しなこちゃんはしてて、しなこちゃん見てる。 あんまりしなこちゃん見てないと思う。え、ちょっとは見てるよ、うん、でもあんまり見てない。ベビータピー、うん、ベビータピー行きたいって言ってんだけど、まあなんせまだ暑いから、うん、
マフラーもできんだよ。あの世界観でもついていけてる親はそんないないでしょ。マフラーもできんだけど、マフラー作るときになったら、マンマン満足、一本満足や。そうなの。って言っても分かってくんないでよ、草薙行くんだよっつってんの。長男感。けんちゃだよ。この後は私がお風呂に入れますが、なんか僕はまだ見たことないんですけど、そのシーンを。僕はお風呂で体、頭洗って体洗って、ベビちゃんを受け入れる準備ができたら呼び出しボタンを押すんですけど、お風呂大好きなベビちゃん、その時のリアクションがちょっと可愛かったりするらしいので、何もしない時もあるよ、でもちょっとカメラこのまま回してみたいと思います、で、撮れたら皆さんも見ていただけるし、僕も初めてそのリアクションが見れる。ねえよ、ねえよ、呼び出しボタン押した時嬉しそうなリアクションしてんの、してないじゃん。だいたい何だったら早くやらないって切れられてるから、嬉しいのそれが。切れられてるのが、変わってる子、変な子。でベビちゃん今デザートのボールを食べております。はい、ということでこのまま、お風呂の手前までジャンプするかな。せーの、ジャンプ。チャンネル登録よろしくね。では今からお風呂に入っていきたいと思いますが、呼び出し音を鳴らした時のリアクション、撮れるかどうか分かりませんが撮影していきたいと思います。ベビタン、ベビタン。ベビタン、もうすぐお風呂だよパパ。行かなくちゃだね。お風呂行く人、お風呂行く人、お風呂行く人。はい、はい、行きましょう。じゃあゴーゴーする。ゴー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 。お風呂、お風呂、お風呂上がりました。ベビちゃん、お茶茶あった。はい、お茶茶どうぞ。乾かすよ。バイバイ。ベビシャンは毛量が多いからなかなか乾かない。これでどうだ。かわいいじゃん。下ろしてんのもいいじゃん。ちょっとでも襟足熱いよね。一本湯分けしとく。ちょっとお姉さんのとこ見せる。あ、か、溶かすの自分で。上手。お、上手上手。やってみ。そう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 。あ、上手上手上手。お、上手上手。上手。お、いいじゃんいいじゃん。お、いいじゃん。お、いいじゃん。うん。お、上手上手。できたよって。みんな綺麗になったよって。一本結びしてみたよって。どっちたの？どっちた？どっちた？あ、怒ってる、怒ってらっしゃる。はい、ということでお風呂上がってまいりました。お姉ちゃんの髪も乾きましたし、結びました。痛いです。痛くないです、ちゃんとやりました。
それでは今から、お眠りの時間でございますが、ぐずりんぼ、はい、もう、ね、眠くなってるな。あー、すごい、ちょっと歩きたいって言ってる。ベビちゃんも歯磨きましたもんね。はい、パパです。何ですかこれ、これ何ですか、ねえねえのおもちゃ借りたの。本当にベビちゃん。おお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 お。あ。いいよ。大丈夫かいな。おいで。叩かないよベビちゃん。そうだよ。ダメよ。この音叩いちゃダメだよ。すごい良い音した、大丈夫、ね、パチン叩いちゃダメだよ、お姉ちゃん。そんなんできんだね、ベロ。かわいい。マジそっくりじゃないか。かわいい。顔がそっくりすぎるよ。かわいい。ハッピーの方が眉毛太い。そりゃそうでしょ。変でしょ、だってベビーさんかパパぐらい眉毛濃かったんだ。かわいい。眠くなってきましたか、ね、全然だと思うよ。まだ結構お昼寝がっつりした。いや1時間下がしないと。結構お昼寝したの。寝てないね。寝てないねって言うたらいい。眠い人。眠い人。あい。お、眠い。眠か。あい。あい。なんたらな人って言ったらはいって言うことが決めてんでしょ。その癖かも。ほど笑ってない。思ったより笑わない。なんか父親の独りよがりみたいになってる。すごい寂しい。はいはいはいみたいな感じよ。そっちの方が良かった。今そっちだって。今そっちか。うん、ではお姉ちゃんもベッド行きましたので、うん、こちらの方もベッドへ行きます。はい。眠いか。メイコしてる。最近寝かすときのけぞるんだよね。うん、のけぞるね。だから抱っこひものが楽だよね。うん。うん。じゃあね。じゃあね。おやすみ。バイバイ。バイバイ。またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。バイバイ。